前たちが今日から俺の担任クラスに入った新顔か。ふん、珍しい毛色をしているが悪くない。日頃から手入れを欠かさないように。俺の名前はデイビス・クルーウェル。気軽にクルーウェル様と呼んでいいぞ。さあ、さっさと席に着け、授業を始める。まず、基本的な知識として、薬草と毒草100種類の名前と見分け方をお前らの小さい脳みそに叩き込む。禁止類はまた別だ。散歩中に知識なく口に入れて中毒にならないようにいずれ覚えてもらう。犬はすぐ拾い食いをするからな。テストで赤点を取る生徒が一匹も出ないように厳しくしつけていくから、そのつもりで。なるほど。ところで禁止類ってなんだ。俺暗記系苦手なんだよな。クソなんか、うまいかまずいかだけ分かればいいんだぞ。私は魔法師の授業を担当するトレイン。こちらは使い魔のルチウス。君たちにはこの世界に繁栄をもたらしてきた魔法についての歴史を学んでもらう。私はレポートだけでなく授業態度でも評価を行うぞ。居眠りは許さない。ではまずテキスト15ページを開いて。ドワーフ鉱山で宝石の採掘中に発見された魔法石についてだ。この世紀の発見により魔法エネルギーは広く世界に知られることとなり、この年は魔法元年と呼ばれる。ドワーフ鉱山で魔法エネルギーか。もっとバーンって魔法使える授業がいいんだぞ。俺はバルガス。お前らもやしどもの体力育成を担当してやることになった。優秀な魔法師は健全な肉体から。みんな毎日生卵を飲んで鍛えたこの筋肉。魔法師たるもの体力がないとな。そんなわけでまずはグラウンド20周、次に腕立て伏せ100回。運動は嫌いじゃねえけど、先生が超苦手なタイプ。体力には自信がある。ぐるぐる走って何が楽しいんだ。俺様はハムスターじゃねえんだぞ。次の授業なんか魔法学校つっても普通の学校とあんまり変わらないっていうか、想像よりも地味っつうか。
魔法使えなくても別にそこまで困んねえな。グリムもそう思わねえ？窓の外を見てみろ。あの中庭を横切る毛玉は。あんなつまんねえ授業、一日中やってらんねえんだぞ。俺様は天才だから、授業なんか受けなくてもいざとなったらバーンとどでかい魔法を使ってやるんだぞ。早速逃亡とは、あいつ懲りないな。監督せ、一日目にして監督不行き届きかよ。ねえ、グリムを捕まえるのを手伝ってほしい？俺、購買のチョコレートクロワッサン。なら僕は学食のアイスカフェラテで手を打とう。ほらほら、グリムが逃げちゃうよ。いいの？交渉成立。んじゃ、ダメダメ監督生殿の尻拭いといきますか、リュース君。なあ、エース君、昼食が楽しみだな。